おい、勾配。勾配。あいつやってもしょうがねえだろ。俺とやるか。そこをやります試合。これはい、やりたいです。樋口より強えぞ。やっぱお前だったら、はい、殴り合いの試合できそうだからさ。そうですね、バチバチ、うん、いきます。これ面白いんでやりましょうよ。じゃあ、ほら俺も見てみたい。はい、お前だったら、はい、殴り合いの試合できそうだからさ。そうですね、バチバチ、うん、いきます。お願いします。かなりヤバい人と。おー、強敵だね。はい、正直結構ヤバいですね。うん、萩原さんね、強いよ。いや、分かってます。なんか前回の試合見るとスタミナとかなかったんで、多分2月までしっかりスタミナとかも作って仕上げてきたらかなり強いと思うんで、まあ、そうなると今の野原くんの状態だと危ないから。そうです、ね。うん、打撃もやっぱ技術は向こうの方があるし、技術つけていかないと危ない、はい。まあでもそういう強い相手でやってさ、はい、そっちの方が強くなると思うから。そうですね、なんか樋口さんの時にそれを痛感して、なんか強い相手だからこそ気引き締まってやらんといけん、やらんといけんみたいな。そうあります、はい。まあ頑張ろう。頑張ります。ありがとうございます。ういっす。あれ、野原くん指名ということで、まさか。どうどう。いやー面白いなと思いました。かいちゃんが今、はい、結構しっかりしごいてるでしょ。しごいてます。強くなりそうだもんね。絶対なります。1年後じゃ勝てないからさ。そういうこと。でも萩原さんも鍛えてるんじゃないですか。もうどこまで戻るかだよね。なんか走ってるって噂聞きましたけど、毎日めんちゃして、めんちゃして。なんでじゃあ本気で勝負しますか。まあ本当にいい打ち合いになると思ってる、ね。スポーツを100倍楽しむなら BBET。 対戦結果を予想して当てろ。BBET ならスポーツベッティングでもっと熱くなれる。今なら新規登録するだけで無料でベットができる。ブレイキングダウンの他にも様々なスポーツを展開中。あなたは誰にベットする？信頼度、満足度、注目度ナンバーワンの BBET に今すぐ登録。